で眉毛絶対描いた方がいいってあの説明してくれたんでだからどればいいんだよね。3日ぐらい続くんだって。うわ、これ見て、これ一人で無理じゃね。え、合ってる合ってる、あれこれ合ってるよね。専門家に言った方がいいんじゃない。やば、半々の顔です。書いた方がいいと思います。即決。今までなんか引っ越しみたいに絶対書いた方がいい。分かります。満場一致です。口を揃えて言うんだ。おすすめのアイブロウとかはありますか。なんて書いてある。なんかすごい滑らかそうですね、それ。そう、硬いと描きにくいんですよ。なんかアイライナーの一歩手前みたいな滑らかさ。そうそうそう、ベタっとするし。最初はジェイちゃんに描いてもらって、ちょっと毎日練習。あ、丸い塗り、ここなってますか。あ、そうです。ここが3個がちょっと出てくれるといい感じ。絶対がつきました。良くないですか。いや、もうなんかないのが見慣れてるので、なんかあると逆になんか、あ、あったみたいな気持ちで。入れ墨やった時こんな感じ、うん、構造部したね。なんかこんな感じだった、はい、してたんですけど消えちゃったんですけど、一応なんかこう塗るんですけど、こうカッター入るの全部わかるんですよ。あ、はい、なんかこうダンボールにこうやる感じなんで、本当それそんな感じ。ちょっと痛いなみたいな。痛かったのに消えちゃうって嫌ですね。そう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 、だから消えないと思ったんですよ。あ、じゃあ線を描いて、で毛をこう、眉毛しか見えないけど大丈夫。多分メガネかけたらバランス良くなると思いますよ。これに慣れたら描かないとなんか。そうそうそう、朝起きたらそうですよね。はい、目もここあるじゃないですか。はい、そこを前の山にしてください。ここ黒目のとこですよね。黒目の端っこのこのラインをこうやって鼻からこうやってした時に、あ、はいはい、山にしたらいい。ここが目の端ですよね。ここあ、そうです、そうです。だからここもちょっとこうなってくれたら嬉しいです。あー、なるほど。こうなってくれたら、眉毛がはっきり見えるっていうのもあるけど、鼻も高く見えちゃうね。うん、そうですね、はい。ありがとうございます。いいかな、不思議だよ。うん、でもさっき言ったそのラインを、ま、ちゃんとバランス間違えないにやらないと、ちょっと変な眉山の位置になる。大丈夫、すごいですよ。鼻は高く見ません。この間髪切ったんじゃないですか。髪切ってあそこであまりにも完璧に眉毛を整えてくれたり、整えたりはしてないけど描いてくれて、じいちゃんがそれっぽいやつ買ってくれたんですよ、これ。でこれちょっと使ってみたいと思うんですけど、じいちゃん今日出勤したから適当に2つ全部持ってきたので、ね、私何使えばいいですか。消えないナチュ眉毛寝起きかわいい、ちょっと意味わかんないですよ、これ。何言ってるのかわかんないですけど、まるで地まつげ視線に色づく眉毛ティント。あ、眉ティント、これ聞いたことあるんですよ。塗ったら3日ぐらい続くって言ってた。これ本当に好みの形に塗って、形を失敗しても濡らした綿棒で乾く前に素早く取り除けば OK。 乾いたら剥がす。柔らかフィルムでするっと剥がしやすく抜け毛を緩和。うん、
実際聞きました。私スタッフに聞いたら、書いてくれるのもあるけどティントもあるよって言って、ティントってなんかこう唇がこうキラキラするやつじゃないですか。それだと思ったんですけど、それのだから消えない短い、タトゥーみたいなやつですよね。で色がチョコレートブラウンとライトブラウンあるけど、チョコレートブラウンの方がはっきりしてますよね、色が。特に書いてるのはそんなにない。開けてみないと分かんない。こんな感じですね。3日ぐらい続くんだって。いいんじゃない。だから塗ればいいんだよね。大丈夫かな。怖っ。だって3日消えないでしょ。うわこれ見て、これ一人で無理じゃね。え、合ってる合ってる、あ、これ合ってるよね。怖っ。結構怖いんだけど。ちょっとついてない。ちょっと待って、ちょっと今塗っちゃったよ、塗っちゃったよ。これ塗っちゃったらどうしよう。天文館に言った方がいいんじゃない。やば。いやなんか本当にアオリカの炭みたいな感じですこれ。どこまで太くすればいいのかよく分かんなくて、あと手にくっついちゃうねこれ。塗りづらいっていうか。これ合ってる？私頑張ってる？これ以上太くすると妹になっちゃうよ。妹。ここまで持ってこないといけないんだよね多分。多分ここまで、こういうところまで。大丈夫ですかこれ？どうですか？大丈夫？今日私15分後にインフルエンサーのアリサさんに会うんですけど、これやっていい？足を書くのも時間もないし適当にやろう。え、なんか違くね。あと髪の毛にもくっついちゃった。対象になってますか、右と左。分かんない、そんなの気にしてない。やってます。大丈夫か。合ってなくね、こっちめっちゃ太くね。大丈夫。なんか本当に塗りすぎたら妹になっちゃうよって言ったけど、もうなりましたね。それで何分くらい置くんですか。いや乾いたら剥がすって。一応綿棒もったいないから使おう。こうやってできるってことね、はい、どうですか。罰ゲームですか。これ早く乾かないのかな。早く5分後に来るのに。こうやって座ってたら不審者だよね。トレーナーさんになって不審者。それで、もう一度話してる。社長さんに聞いてみよう。あ、じゃあ、音で。音で。おい、いいですね。あ、이게뭐냐면、이이게말하면떼어내는거예요。그러면은이마스카라한것처럼3일동안간다그래서한번했어요。私も欲しいんですけど。そうそうそう、だから私もだから やってみたんですけど、はい、乾くの遅くないですか。今もうお客さん来るのかちょっと早く。いやでも本当に素晴らしいですねこんなものがあるんだ本当に。そうだから3日間行くってなんか、ね、落ちないか。早く乾かないのかな。大丈夫ですか。大丈夫かなこれ。すごい光ってますけどね。乾く気配がないけど、ね、大丈夫ですか。芸能人なんかこれ。妹。よし。まだ来てないよね。これビフォーアフターみたいな。だからこれ薄いって言ってたね、ここが。だから塗ったんだよね。やっぱり整えた方がいいね。この下とか汚いよね。いやお客さん来るのが理事だ。あ、よかったでしょ。今日会う予定のアリサさんが仕事の関係で15時ぐらいに来るって。あ、よかった。이정재칸すごいね。今写真撮ったら이정재칸すごい。でも正確にどのぐらいかかるのか、気にしないといけないんで、今ちょっと10分ちょっと過ぎてるんですけど、もうちょっと様子見てみましょう。なんか手でスルッとこう剥がれるらしいので、でも今はまだちょっと早いのかなと思います。とね、ラウンジの時間がちょっと変わったんですよ。だから平日が19時で、日曜日が18時になったので、その内容を修正するなりして待ちたいと思います。アイさんですよ。マサユメさん、こんにちは。どうですか。今日初めてコスメラウンジでのライブなんですけど、皆さんみんな言ってる妹さん。変な眉毛じゃなくて、
あ、ティント、そう、あ、よく知ってる。別に宣伝ではないんですけど、あのフジコっていうやつがあって、これつけてみました。あの、私髪変わってるの気になってません。これもちょっと動画で皆さんに説明するんですけど、あの髪切ったんですよ。あの韓国人が経営してる、まあ本当のガチの韓国スタイルで切ってくれるところで、まあそこで眉毛絶対描いた方がいいってあの説明してくれたんで、描いたじゃなくてこれつけてみた。ちょうど30分ぐらい経ったんで、これ剥がせるみたいですよ。なのでちょっとやってみよう。これね、こうやって取れちゃう。こうやって、あ、でも汚く取れるから、おそらく顔を洗わないといけないけど、今日顔を洗うもの何も持ってきてなくて、私3時からお客さん来るんですよ、あのラウンジに。私大丈夫これ、どうですか。だからちょっとしっかりして、そう、すごいでしょ。こっちもちょっと取りますね。こっちね、こう乾いてるやつをこういう風に少しずつ取ると、お、すごい、よくない。でもちょっとやっぱり強いね。主張がめちゃめちゃ強くなりました。あと手で今ちぎってたらここだけ赤くなっちゃった。いいんじゃないですか。これで綺麗にこう拭いてあげる。なんかこうカメムシ潰したようなこうエキスみたいなの出るけど、どうですか。ちょっと前よりしっかりしてません。いい感じだと思う。あ、ほんと。嘘ダメだよ。嘘ダメですよ。なんかティントみたいなやつ言うんですよ、ティント。ちょっと買ってみました。これチョコブランだったんですけど、剥がした感じだとほんと自然な茶色みたいな感じ。チョコなんで黒だと思ったんですけど、黒よりもう少し明るい感じはします。皆さん、いいね、高評価よろしくお願いします。